チューブ入りの日焼け止め背中に日焼け止めを塗っているところ、サンスクリーン剤は皮膚にあたる紫外線から防御することで、日焼けや皮膚の光老化を予防するための製品である。日本国内法においては、日焼け止め化粧品に該当し、単に日焼け止めとも呼ばれる。形態としては、クリーム、ローション、ジェル、スプレーなどがある。 また飲む日焼け止めも増加してきたが2018年時点で従来の外用剤を置き換えるものではない。日本では日焼けによるシミ、そばかすを防ぐの効能表示が承認されている。酸化チタンや酸化炎の安全性は確認されているが、主に他の成分が体内に吸収されるとして2019年に米国で安全性確認の強化の動きが起きている。紫外線防御の指数として 日本での表記では、紫外線 B 波を防ぐ SPF では、最大値を50とそれ以上であれば50とし、紫外線 A 波を防ぐ PA では、が4個まで増加していく。SPF15 以上で、皮膚癌のリスクや、老化の兆候を減らす。有害作用と、環境汚染について議論がある。日焼け止めに配合されている成分である、紫外線防御剤は、大きく2種類に分類できる。 SPF30 や50といった効果の高い、日焼け止めには散乱剤及び吸収剤の両方が多くの製品に使用されている。特に厚生の紫外線吸収剤による光への増感作用、接触性皮膚炎、免疫抑制、エストロゲン作用、甲状腺ホルモンの攪乱といった報告があり、植物由来でより安全な、そして環境にも優しい化粧品への関心を集めている。 オキシベンゾンなど、欧州連合ではすでに他の化合物に置き換えられているが、米国では、その置換先の物質は承認されていないので、置き換えできないといった事情が2019年時点で存在している。オーガニック化粧品には、薬草の成分のみを使ったものがある。5種類の天然の物質を使って、人の被験者で実験したところ最も高い、薄人酸デブフ4.1で、 比較対象の SPF5 の既存製品では、ブフ4.2であった。植物由来で、SPF10 の製品も存在する。また安全とは限らない。ビタミン A のパルミチン酸レチノールの日焼け止めは、SPF20 程度の効果がある。フェルラ酸は、ビタミン C、ビタミン E の化学的な安定性を向上させ、太陽光に対する防御性を数倍にする。 10名のランダム化比較試験で、ビタミン C、フェルラ酸、フロレチンを含有する外用薬を紫外線による皮膚損傷に備えて事前に塗ることで防御作用があった。12名の中国人女性を用いて、ビタミン C、ビタミン E、フェルラ酸からなる外用薬は、これを塗った部分は塗っていない部分に比較して光から防御された。 飲む日焼け止めでは直接皮膚を防御することはできないが使いやすさの利点がある。通常の日焼け止めで防げない可視光に対する防御では有益な可能性がある。紫外線によって皮膚に抗反が生じることを減らすにはそれほど効果的ではない。2018年にアメリカ食品医薬品局は現時点では日焼け止めを置き換えるほどの適切な強さで 紫外線防御ができる錠剤やカプセルはないとして、証明されていない主張を行っている、栄養補助食品に警告書を送付した。警告対象には、アドバンストスキンブライトニングフォーミュラ、ソラーイケア、サンセフ RX が含まれる。商品名が付いた成分として、PLX やローズマリーとグレープフルーツ成分が流通している。紫外線によって、後半を生じさせる。 最小後半染料について2018年のレビューで、人での基礎的でない臨床試験があったものについて、ベータ化予で後半を減らした人での研究は、複数あり、また1970年代には、抗染化臨症の治療法として1日あたり子ども、30から 90mg、60から 180mg で効果があることが、判明している。副作用の面では、 肺がんリスクの高い人のリスクを増加させる恐れがある。リコピンの10週間の摂取によって、後半の量が減少したといった人での研究は、複数あるが、服用量が一定しておらず、必要な量などについての追加の研究が必要である。ニコチン酸アミドでは、1日の 500mg の投与で4ヶ月で、非黒色種皮膚がんや日光核化症の増加数を減らしているが、 攻撃性の高いものを増やすのではという議論があり、大規模な試験が必要とされる。ビタミン D3 は紫外線による炎症を急速に緩和する。緑茶成分は血中半減期が3時間と短く、長くする加工が必要である。ニュートロックス3では光老化の兆候のある合計90名でのランダム化比較試験で5名では 短期試験も行い UVB 曝露後30分以内、1日後、2日後に服用しにセグするよりも発石が減少し、長期試験では2週間で差は見られたが、2ヶ月後には偽薬よりも後半の減少量が増加、肌のシワと弾力性も改善されており、また成分 100mg と 250mg とでは差はなかった。太陽からは紫外線として UVA、 UVB、そして大気の上昇で完全減衰する UVC の他に、可視光赤外線がある。赤外線のエネルギーは、紫外線よりも、はるかに弱いが、1982年にも光老化に寄与するとされてきており、可視光は皮膚に影響を及ぼさないとされてきたが2010年代には、色素沈着や光老化に寄与するとされている。 2010年代までの日焼け止めが防御しているのは UVB と UVA であり、可視光や赤外線からの防御は効率的ではない。UVB 波の防御指標として SPF 値及び UVA 波の防御指標として PA 分類が定められている。国際的には他の指標も用いられているほか、同一の防御指標でもその測定法には地域ごとに 微妙な差が存在する場合がある。国内における測定法については、SPF、PA 分類ともに、1平方センチメートルあたりにミリグラムずつ製品を、皮膚に塗布した上での測定を元にしているが、実際にはそこまで多量には塗布できないことも多く、また塗布された製品は、発汗や接触、紫外線そのものによる劣化などによって徐々に失われていく。そのため、 指標を過信せず、こまめに塗り直すなどの工夫を怠らないことが大切で、あるとされる。SPF 分類 SPF は、サンプロテクションファクターの頭文字であり、紫外線のうち UVB 波を遮断する効果の程度を表す指標。測定法に、微妙な差異はあるものの、ほぼ世界標準と言えるくらい多くの国で、採用されている。後半、または、サンバーンと呼ばれる、肌が、 ヒリヒリと赤くなるような炎症を引き起こすかどうかを元に算出される。被験者が後半を引き起こす最小の紫外線量に比べ、と不時に何倍の紫外線にまで耐えられるかが SPF の数値の根拠である。例えば、後半が現れるまでに20分程度かかる人が SPF10 の日焼け止めを塗った場合、10倍の紫外線量を20分浴びて、 ようやく後半が認められるということを意味する。重要なのは10倍の時間紫外線にまで耐えられるという意味ではない。それは前述の通り、塗布された日焼け止めは時間とともに失われるからである。人の皮膚の色の変化を目視によって確認するという手法の性質上、値とともに誤差が増大するものであり、特に高いスピーエフ値の製品同士の実際の能力差が 数字通りあるかどうかは疑わしいという考え方がある。そのため、日本では SPF50 を超える能力が優位に認められる場合は SPF50 と表記することになっている。日焼け止め効果の客観的な指標として、1960年代に疑似太陽光を光源とした指標が報告され、1978年に FDA が測定法の案を発表し、 日本で1980年には当時の表現で 3K 足痛を表示した日焼け止めが資生堂から発売された。各メーカー独自に測定され問題が多いと指摘され、日本化粧品工業連合会の専門委員会が1992年にガイドラインを作成した。メーカーは高い SPF を目指し1991年に、 最高 SPF20 が最高だったものが1998年には100を超えるようになり、紫外線に敏感な人でも通常の環境で1日中部と陽光にさらされても日焼けしないためには SPF50 であれば十分とされ、赤道直下など赤外線の強い地域へ行く人のためにより効果が高い SPF50 が考えられた。 企画やメーカーの測定費用の国際統一が望まれ、2003年には欧州、日本、南アフリカで共通の SPF 測定法ができ、2010年には ISO 国際規格となった。米国では SPF50 を最大とする表記は採用されていない。PA 分類プロテクショングレードオブ UVA の略語であり、日本で採用されている UVA の防御力を示す。 指標。PF とも呼ばれる指標。即時国家と呼ばれる。日焼け後すぐに黒くなる現象をもとに算出される。本来は、PPD と呼ばれる数値をもとにしており、PPD 値が2以上4未満で、PA、4以上8未満で、PA、8以上12未満で、PA、12以上で、PA の4段階に分類する。日本発祥の分類方式である。 TPPU 諸国で採用されている UVA、ロゴマーク持続的即時国家と呼ばれる、主として UVA によって引き起こされる皮膚の国家を利用して測定する UVA 防御力の指標であり、前述 PA 分類分類の根拠となる数値。この PPD 計測手法自体は日本で開発されたが、日本ではこれを利用した PA 分類の表示に留まっている一方、欧州では、 積極的に採用されている。発想としては、SPF と同様で、皮膚が黒化する最小量の紫外線量に比べ、塗布時に何倍の紫外線にまで耐えられるかが、PPD の数値の根拠である。p p d 中の日焼け止めを定められた量塗布すれば、その10倍量の紫外線を浴びてようやく黒化することを意味する。欧州では、非常に重要な指標であると考えられており、 PPD 値は SPF 値の1、3なければ良い日焼け止めではないとされている。元来、ヨーロッパの業界団体主導で定められた、この日焼け止めに対する考え方は、2006年には欧州連合が推奨するものとなっており、この条件に合致する製品には、右のロゴが付けられている。日本の日焼け止めでは、日焼けによるシミ、そばかすを防ぐの効能表示が承認されている。 紫外線に当たることは皮膚癌のリスクを高めるとされる。2018年にアメリカ食品医薬品局は SPF15 以上で皮膚癌のリスクや老化の兆候を減らすことが科学的に証明されているとした。8年間の追跡調査によって、扁平上皮癌の発症率が35%低下しているが、規定細胞癌には変化はない。 日光に当たることで人体がビタミン D を生成しているため日焼け止めの使用によって欠乏するかについて2件のランダム化比較試験と69件の観察研究を含めた2019年のレビューでは実験室条件ではなく現実的な環境での日焼け止めの使用によってビタミン D が減少することはないとしたが含まれたのは SPF16 までの試験で 高 SPF の製品による研究はなかった。SPF や PA の強いものの場合、かぶれを起こすことがある。ベンゾフェノンは、米国皮膚炎学会による2014年の、コンタクトアレルゲンオブザイヤーに輝いた。調査では、日焼け止めアレルギーの人の7割がこの物質に、陽性反応を示した。紫外線吸収剤のメトキシケイヒさエチルヘキシル、ベンゾフェノンマイナス3、 サンカンフルの日焼け止め成分を、各10%の混合液を全身塗布した知見では、男女とも、血清テストステロン濃度が4時間以内に1割ほど低下した。ラットでは、OMC の曝露により、前立腺と清掃の重量の低下や静止数の減少など、生殖毒性を示した。特に子供では、使用量に注意する必要がある。日焼け止めに含まれる、 ウチルパラベン、ケイヒサエステル、ベンゾフェノン、カンファー誘導体などの成分が引き金となり、サンゴの発火を誘発することが確かめられており、これは、カチュウモに、有害なウイルスの増殖の誘発により起こるものだという。しかし、サンゴの専門家であるロバート・ワン・ウィーシックによれば、この研究は、実際の環境を反映しておらず、実際の環境下では、 急速に希釈されるためサンゴは、発火を起こすほどの濃度にさらされないだろうとしている。2018年7月、アメリカ合衆国ハワイ州のデイビッド・イゲ知事は、オキシベンゾンとメトキシケーヒサンエチルヘキシルの2種類を含む日焼け止めの販売を2021年から禁止する州法に署名した。11月にはパラオでも、サンゴ礁の保護を目的として、 有害な化学物質を含んだ日焼け止めの販売を2020年から禁止することが国家単位としては世界で初めて決まった。アメリカ国立海洋局によれば流れ落ちた日焼け止め成分が水路に入ることによって産後や藻類に影響があるだけでなくウニ、魚類やイルカにも影響する可能性がありベンゾフェノンマイナス1、ベンゾフェノンマイナス2、ベンゾフェノンマイナス3、 ベンゾフェノンマイナスィーパバ、4、メチルベンジリデンカンファー、3、ベンジリデンカンファー、ナノ粒子の二酸化チタンや酸化塩などが海洋生物に有害であるとしている。紫外線吸収剤は20から30種類が使われている。サンオイルは紫外線のうち UVB 波を防ぐという点では日焼け止めと同じである。ただし、サンオイルは 日焼け止めと異なり UVA 波は防がない。UVB 波のみを防ぐことにより肌に炎症を起こさずに綺麗に日焼けすることを目的とするのがサンオイルである。なおサンオイルは和製英語で正しくはサンタンローション等である。ありがとうございます。